パーミント役の吉岡麻也です。皆さんこんにちは、はじめまして、キャットニップ役大野優子です。よろしくお願いします。わあ、わーすごい、はじめまして。はじめまして。え、前回はですね、ひよかの夏美ちゃんと一緒にお送りしてきたんですけれども、はい、え、今回は大野優子ちゃんをお招きして一緒にやっていきます。よろしくお願いします。かわいい。よろしくお願いします。まるっきりはじめましてです。そう、はじめましてです。ね、はじめまして、はじめまして、よろしくお願いします。吉岡もやと申します。どのゲーム覚えてますか？あ、はい、収録覚えてます。どんな感じでした？キャラクターがですね、私キャットニップっていうキャラクターをやらせてもらったんですけど、すごい吟遊詩人っていうキャラクターで、歌がすごいあるんですよ、アドリブで。そうなの？すごい大変だ。そうなんですよ。だから、なんかすごい冷や汗をかいた思いがありました。その歌は大丈夫かな？アドリブでやるの？そうなんです、そうなんです。一応どんな感じでやってみたらいいですかって言ったら、お任せしますって言われて、まあそうですよねお任せします。これがどんだけ強い言葉か。そうなんですよ。しかも全部のセリフにほぼあるので。そうなんだ。そうなんですよ。ちょっとふわふわした感じの子なのかな。そうなんです。キャットニップの紹介をしました。ぜひしてください。いつも元気で能天気な吟遊詩人で、作曲のセンスと歌声は素晴らしいの一言だが、作り出す歌詞はいつも個性的歌うことが大好きな、歌っていれば人生バラ色な少女です。すごいね。なんかその歌詞も気になる。あ、そうですよね。もうお楽しみに。でもすごいな、自分で歌をその場で作るってなかなかです。そうなんですよ。いやー、ちょっとこれはゲームが楽しみですね。はい。そんなね、ユーポンだよね。はい、ユーポン。ユーポンと一緒にお送りするんですけれども、この番組は NHE プレイアートが送る錬金術オンライン RPG アトリエオンラインブレセールの錬金術師を私たち出演者がプレイし、その魅力を余すところなく、そのゲームシステムを詳しくお届けする情報バラエティ番組となっております。毎回クリアしなきゃ動画が終わらないクエストが出るんですけれども、今回のクエストは何ですか？今回のクエストはですね、ソレルのアカデミーの魔法使い棒を調合しよう。帽子ですね。はい。それではこちら、ソレルはですね、高田優希ちゃんが声優を務めておりまして、元気な魔法使いとなっております。前回の動画で仲間になっていますので、そちらの帽子を作っていきたいと思います。じゃあまずは、アカデミーの魔法使い棒を調合するのに必要なアイテムが何か、ゲームを起動して調べていきましょう。アトリエオンライン。はい、それでは早速やっていきます。はい、まずですね、こちら見てください。アトリエオンライン、プレゼルの錬金術師。なんて書いてありますか？このアトリエ。そうなんです。これはゆうこのアトリエなんです。これ嬉しいですね。すごい嬉しいよね。やってた人にはたまらない。たまりません。今回からここ名前が変わるということで。そうなんですね。皆さんぜひ自分の名前でやってみてください。これは嬉しい。いいですね。テンション上がります。じゃあ上げ上げでスタートしましょう。スタート。はい。いや、もう本当に前回だったんですけど、もうここも可愛いですよね。めちゃくちゃ可愛い。そうなんです、では早速やっていきましょう。はい、まずメニューを押していただいて、メニュー、はい、ホーム画面の左下にある調合をタップします。はい、次に真ん中の装備をタップします。はい、すると装備一覧が出てきますので、アカデミーの魔法使い棒を探してタップします。今回作る帽子ですね。そうです、そうです。あ、それです。素材不足です。あ、衝撃の。じゃあちょっと何が必要か見ていきましょう。はい、必要なアイテムは、ふわふわの羽毛と、歯切れであることがわかりますね。はい、じゃあそれを探して作っていこうってことになるんですけど、これはどこで手に入るんですか？そうなんです。それはですね、ふわふわの羽毛と歯切れのところに実は書いてあるんですね。まずはふわふわの、歯切れ見ましょうか。歯切れにはそこに書いてあるんですけど、グレイウーズやゴブリンなどから、そうなんですね。そうなんです。入手できます。そうです。でもう一つふわふわの羽毛を見ていただくと、ここにはですね、
なんだここに鳥ちゃんから取れますよって書いてあります、はい、なのでグレイユーズかゴブリンを倒せば、はい、先ほどのハギレもゲットできますし、うん、鳥ちゃんも見つけてってことになってきます、よし倒しに行きましょう。はい行きましょう。あ、しかですね、はい、ちょっと待ってください。何ですか。アイテムさえあれば、はい、調合できるというわけではなくてですね、なんですってなんですって調合がしたいんじゃそうなんです、エーテルという青い玉がないとダメなんですね、はい、あ、こいつですか。あ、そうですそうです、そこです。アカデミーの魔法使い棒にはエーテルが50個必要になってきます、うんうん、エーテルありますねありますね。でも皆さんこちらはですね、はい、今私たちの画面で2124個なんていう結構ありますね。文字作り放題です。数持ってるんですけども普段はここありませんので、はい、あ、そうなんです、ね、こちらも集めなきゃいけないんです。あら、どうやって集めるんですか。はい、エーテルはですね、はい、クエストや、依頼を受けて達成するともらえるんですね、うん、なのでせっかく外に行くので、うんうん、クエストとか依頼を受注してから出かけていきましょう、はい、なるほど、ミッションを、ね、せっかく外に出るので、はい、何かしら受けてった方がお得です、うんうん、なるほど。エテルももらえるので、じゃあ早速受けていきましょう。はい、じゃあクエストをタップしていただいて、はい、クエスト、うんうん、どの依頼にしようかな、ね、依頼をじゃあ、はい、見ていただいて、うん、あ、いっぱいあります。どうする、どれにしとく、プニにしとく、プニにしときますか、プニにしときますか、プニにしましょう。じゃあプニ、プニは絶対出会うはずですからね。で、プニさ、300個ももらえるプニ、プニ、すごいね、すごい、これはすぐ放出くれま す, ますね、ということで、こちら依頼を受注しましたので、はい、早速行きたいと思います。お、出かけますか。出かけますか。戦うんだよ、うん、戦い、いや、もう戦うんだ、すごい、か、かわいい。で、今回はですね、はい、羽と歯切れが欲しいので、はい、まあ、それを目指していきましょう。はい、ついでにプニも倒しつつ、お、あ、ね、プニだ、プニいました。あー、あ、初めての戦い、ゆうこ初めての戦い、ゆうこの戦いソレルが、ソレルが強いんだけど頑張れ頑張れ。今これオートでね戦ってるから、あ、やったーやったー、ゆうこ勝ちましたよ、勝ちましたよ。エーテルももらいました、11個もらいました。あ、すぐじゃあエーテルって止まるんだね。そうですね、戦いでもね。ベストクリア、プニのベストも、あ、クエスト、イエーイ、ということでエーテルゲット。エーテルはもうこれで十分取れました ね。じゃあ、あと羽根とふわふわの、はい、ふわふわのと、ちか、歯切れはどこで最初でき、あ、あ、違うな、ゴルフだ、夜だから出ないんだっけ。なんか時間帯もあるんですよ、これ。あ、そうなんですね、うん、同じマップでも一回戻る？橋のとこも行ってみる。あ、鳥さんがいる。あ、本当だ。鳥さんがいる。鳥を捕まえろ。あ、あ、あ、ハテナ出てる。あ、採取。やったー、これじゃないですか？え、これですか？ふわふわの羽。やだよね。おお、やったよね。倒したよー。あ、そしてグレーモーズがいる。戦おう。戦って。やっちゃって、やっちゃって。おお、いいんじゃない？クリティカルだよ。いいお。おー、ソレル強いね。ね、ソレル強いんだよね。うん、おお、素晴らしい。やったやった。やったやった。お、出るか。出ない。出ない。出ないんかい。出ないんかい。でも今夜になるまでの間に、そうですね。一回進めばいるかもしれません。あ、いたいたいた。いたいたいた。頑張れ頑張れ。これはいけるの？これはいける。これは絶対もらえる。ちょっと頑張って倒してもらわない。あ、ソレル。あ、ソレルが強い。ソレル。グレオーズ意外と強い。強い。ね、強いね。ソレル強い。あ、ソレル。でもソレルハンハンしてる。どうしよう、ソレル。頑張って。頑張って。頑張るんだ。ソレル、ソレルだけは頑張って。あと一匹、あと一匹。あー、ハンハンしてる。
に勝てるね。ソレル、ありがとう。やったー。ということで、はい、これでゲットしたということで大丈夫ですかね。お、これは調合します。確か外でも調合できるんですよね。はい、メニューを開いてもらったらできるかな。調合、調合、やった。装備できるのでは。帽子、あ、錬金カリじゃない。うん、じゃあいきなり調合、あ、そうか、いきなり調合する前にあることが、はい、これだこれだ、うん、これ忘れてましたね。特性継承、そうなんです。特性継承というボタンがあります。そこをタップしてください。はい、はい、タップしていただけた。はい、これはですね、完成品に特性追加効果を付与させることができる機能なんですけれども、はい、これも一緒に選んでいきましょう。はい、これにはですね、妖精のスプーンが必要になってきます。妖精の、そう、妖精のスプーンは、はい、特殊なクエストやイベントの景品として手に入れることもできるそうなんです。はい、妖精のスプーンは一般のアイテムとは違いまして、はい、大事なアイテム扱いなので、リュックではなく、そうだ、リュックではなく、アカデミー画面の右上のその他、大事なものの中に収納されてます。はい、特性をじゃあつけていきましょう。はい、お、これですね。はい、そちらの下を押していただいて、はい、右下のアイテム、はい、アイテムからかな。お、いっぱいあります。何でもいいのかな。あ、ネギにしよう。じゃあ、ネギ、ネギじゃないや、リーキネギですね。リーキにしよう。品質を上げていこう。おお、そこにセットされました。あ、本当だ。ね、え、で、これで、これで、では調合していただきましょう。お願いします。なあ、リーキできない。リーキできない。妖精のスプーンが今のリーキでは足りないようですよ。そうみたいですね。はい、このリーキをちょっと高級なリーキだったみたいなので、星のね、数が、本当妖精のスプーンが足りません。おいおい。じゃあちょっと変えてみましょう。そうですね、なんか、あ、リーキ、星1のリーキにしてみます。なんかこれならできるな。それならできるかな。ゆうこ初めてのランキング再びやってください。品質粗悪って言って、近所のネギみたいなのがあるかどうかな。身近なものから作っていこうよ。そうですね、そうそうそう、そうですよ。最初はこのスタートですよ。だんだんいいものを着ていく。それですよ。すごい、でもできた。おー、嬉しい。あ、錬金レベルもアップしました。すごい。ということで、クエストクリア。アトリエオンライン。さあ、今日はアカデミーの魔法使い棒を調合してみました。はい、いかがでしたでしょうか。いやー、面白かったです。まさかの粗悪っていう、ね、あんなにしたのに頑張ってね、ソレルの犠牲もありながらあったのに。でも楽しかったですね。すごい楽しかったです。ね、これからも優子のアトリエが充実していくことでしょう。はい、そうですね。これからですよ。こちらですね、アトリエオンラインは事前登録受付中です。はい、登録方法は公式ツイッターをフォロー、はい、公式 LINE を友達追加、うんうん、メールアドレス登録などでできますから、はい、皆さん今すぐしてみてくださいね。はい、なんと50万人を超えたらすごいものがもらえるんですよね。はい、なんと粗悪品じゃないものが、はい、